皆さんこんにちは。引きこもりサワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム戦場香水隊さんよりいただきました。戦場香水隊さん、お便りありがとね。とても嬉しいですよ。はい、そしてその内容ですが、じゃん、そうですね、そう思いますよ。僕もやはり今回その災害となったそのひどさが激しいじゃないですか。ですからこう気持ちを安心させるためにも早くそれが収まってほしいと思うのですよ、本当に。ただここ今日とか昨日とか多少良い天気になってきましたか？あまりニュースを見ていないのではっきりとは分かりませんが、収まっているところはもう収まっているのでしょうかね。すみません、情報不足でして。でしたらただまだ収まっていないところもあるような、雷雨を伴うなんか雨雲がというような情報もありますので、どうかそういう地方の方はお気をつけくださいませ。ということでして、線状降水帯さんよりの一言言ってみましょうか。ではでは、線状降水帯さんからの一言どうぞ。梅雨明けが待ち遠しい。